この日本の経済が停滞しているのはまあどう見ても停滞するように政策を切っているとまあいうふうに思うわけですね働いても収入にならないということで少しずつ働く意欲が失う研究も地方の国立大学の教授のところに来る一年の研究費が15万だったりすると まあ、や100億円という,ようなことともあると、まあ、これはいかに官僚に取り,取り入れるかというようなことで決まるというふうなこと、まあ、さらには、えー、節約とかあ環境とか温暖化とか呼びかけて、まあ、温暖化なんか特にそうですね、まあ、膨大な、えー、お金を使ってるんですが、えー、日本は海洋国家ですからねたとえ温暖化してもアメリカとかロシアとか中国なんかに比べれば。 格段にその影響も小さいし、それから気温の変化も少ないということは、もう本当に初頭の中学校の理科という感じなのに、まあ、それも無視しているとまあ、全てわざとその、えー。経済が発展しないようにやってるとしか思えないわけですね。まあ、しかも一次エネルギー使用量っていうのが本当に国の勢いを表すわけですが、まあ、日本はずっと国の指導で。 一時エネルギーの使用量を減らしてきまして今は大体5億キロリットル程度さらに減らして2050年には4億キロリットル台にするという計画を政府が持ってるわけですね。まあ、これに対して中国政府はどんどんエネルギーの使用量を増やしておりまして、えー、それで、えー、2050年には大体10倍の日本の10倍の40億キロリットルになると推定されておりますが、まあ、日本の10倍の国になりますね。 でもちろんその日本がわずか1億キロリットルを減らすのにものすごく大変な思いをするという時に、まあ、中国は20億キロリットル30億キロリットルっていう量を増やすわけで、まあ、その分だけ CO2 が増えますから日本本は何やってるかか当に分かんんなない国なんですよね、まあ、今の政府、まあ、評論家マスコミというのがですねまあ今日はちょっと視点はですね えー、停滞と繁栄の視点は、まあ、政,府国民とあ政府と国民というのを経済学者はどう見てるかということなんですが、まあ、経済学者でもなかなかいい人っていっぱいいるんですよいっぱいいるんですが全体として見るとですねやっぱり経済学というのはお金なんですねでお金のことを毎日考えてますとねどうしてもその人は人情が薄くなるんですよ人情とか人格が薄くなるわけですね。昔武士が お金に近づかなかったっていう一番大きな理由はですね、えっとあれなんですねあの何を置いてもお金に触れると人格が悪くなるつまり日本の国民とか国を守る武士としてはお金に近づいちゃいけないっていうことがあったわけですね。えしたがってまあ経済学者はですね自分たちで考えなきゃいけないんですがお金に触れてもお金のことを毎日考えててもですねえ人格が落ちない。 つまり国民のことのとか生活の苦しさっていうのを考えられるということになるためにはどういう思想が必要かというその思想をやっぱり考えなきゃいけないと思うんですね。まあ残念ながら経済学者のほとんどはえーお金のことばかり考えてるので生活の苦しさとかそういうところに及ばないっていうのが一つとどうしても国側に寄っちゃうんですよ。で 国側によるってことこはは昔は良かったんですねつまり労働分配率つまりお金の分配が変わらなければ国全体の π が大きくなった方がいいわけですね。えー、パイの分け前の仕方が同じであればっていうことなんですね。クリスマスケーキの大きさが大きくなれば分け前の切り方が同じだったら国民全体が豊かになるんですが現在はですねどういう政策かって言いますと基本的な考え方はですよクリスマスケーキの大きさは変えないで。 切り方だけ変えるのに一生懸命な経済学者っていうことになるんですね。なしたがって、今経済学者が言ってることはですね、まあたい GDP の成長率は一定で、それ切り方を変えようということばっかり言ってるわけですね。それが問題だということなんです。あのやっぱり国が発展するっていうのは国民が発展しなきゃいけないっていうことですね。 まあそういうことなので、まあ、経済学者はですね心の中でいっぱい言ってはいけないことを思っているわけです。例えば年金ですね経済学者は年金がなくならない年金は崩壊しない年金は保険だからと言ってますがそれは制度上はそうなんですところがもらう方から見ればですね、えー、自分が積み立てた年金は本当に返ってくるのかとかですね 私なんかもそうは非常に恵まれてるんですが私もそういう目に遭ってるんですが年金をずっともらい続けられるんだと思ったら年金から介護保険料とかなんかそういうのを引かれたりですね突然、えー、健康保険が国民健康保険に切り替わったりっていうふうに、えー、表面には出てこないんですけれども実際の生活はもう年金が半分になったと同じようなあ目に遭ってるわけですね。しかしかそれはもう絶対言わないんですよ 納めた年金はちゃんともらえますって。年金を破綻しません。とこういうわけですが、実はそれは制度としてのことであって、一人一人のことを考えたことではないんですね。それに加えて一番ひどいのが、えー、嘘をつく。まあ、財務省とメディアですね。例えば国の借金が1000兆円になる。これをどうするのか？いや、その 1, 1兆億あの1兆円のあ1001、100 1, 000兆円の借金を作ったのは？ 政府が国民から一千兆円を借りたわけですね。無断で。無断で借りたわけでほぼ無断で、というのは、なんで無断でっていうかって言いますと。税金は国会でちゃんと審議をして、そして決めます。ですから、税金をどこに使うかという予算委員会とか、その一番重要に位置づけられているわけですね。ところが、残念ながら、その赤字国債とか、国債はですね。 まあ政府と日銀で適当に決めてると言ってもいいぐらいなんですよ。で我々の預金を政府が1,000兆円借りたわけです借りるからこれは税金のように国民から取るんじゃないんで審査が緩やかなんですねですからそれを使うしかしそれはもう返すあてもない返すあてもないから消費税を上げて、えー、補填しますよっていうのはいくらなんでも、えー、借金した人がもう一回その 借金をさせてくれた人から金を取るっていうわけですから話にならないわけですね。税金の延べ払いみたいなことをやってるわけですね。それについてやっぱり嘘をつく財務省とメディアはですねどういう考えかって言いますといやそれが国民にバレると困るんだとあなたは日本全体のこと分かんないのかとまあこうくるんですけど借金した人が謝りもせずにですね。 その国民を騙して金を取るっていう方がやっぱり長期的には問題なんですよ。これは年金が将来もらえなくなるんじゃないかと散々言われてるのにかたや年金は大丈夫だといいまあ現実に年金もらってみるとどん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 引かれてしまうっていうのとまあ似てるわけですね。そういうことがあってですね結局はえに現在の日本は例えば中国と比べればですね 非常にに劣っった政策を取っていいるとるととうこなわけですね、まあ、中国のことを随分非難する人いますけども、まあ、中国ももちろん共産主義ですから万全じゃありませんが、えー、まあ国を発展させるという点ではですね非常に問題な政策をずっと打ち続けているということが言えるわけであります。えー、この状態をどうしたら打開できるかというとですねやっぱり1にも2にも専門家とメディアだと思うんですよ。まず いくら政府とか権力側が頑張ってもですねこれだけ日本に専門家がいてそしてメディアが発達してるんですからそのメディアと専門家が本当に国民の方を向くと本当は NHK なんですよね。どっちかって言いますとどうしても民法はスポンサーというのがありますからねですから企業側に使かざるを得ないという面があるんですよ。これに対して えー、NHK だけが我々が受信料を払ってるわけですから NHK だけはやっぱり僕は期待したいんですけどね今の NHK は民法よりもむしろ政府側によっていると、まあ、いうことが言えると思うんで、まあ、その影響をどうするか我々の子どもたちは本当にかわいそうですよねっていうのは私たちの親は私たちの子どものことを考えてあるいは戦場で死にあるいはもう本当に苦労したお母さんも多かった。 だけども現在の我々は自分たちだけでよいその一つの言葉が無償化ですねこれは無償でも何でもなくて教育無償化何とか無償化ってよく言うんですけど無償化でも何でもないんですねこれは税金化なんですよ。税金化っていうことは結局赤字国債をどん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 発行するってことですからこれを全体の流れを切らないと非常に大きな問題になると思います。